すごい、ただただ下にシャッター、うわ、このアングルでいいんですか。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかさんに今日はコロッケを食べていただきたいと思います。コロッケ食べに、ここのコロッケめっちゃ美味しいねんで。ですからやっぱり肉の森田屋さん、ちょっと映してみます。ちょっとお客さんがいっぱいおられるのであれなんですけども、あ、もうもう食べとる。どうですか。めっちゃうまい。あ、熱いですよね。熱いですよね。今日ははいこのコロッケを、はい、食べに来ただけですの、ほんまにだけですね。だけですよ。今日は中さん、んお仕事やったんですか。今日仕事や、仕事終わりのコロッケどうですか。永遠に、いや永遠言うてもあれですね、中さんの場合パシュってすぐ終わっちゃうでしょ。でも八個回しの、はい、八個回しの、6段やったかな。はい、八個回しの6段、うん、あ、6段、うん、なんかそんなんやった。48永遠に。その動きかっこいいですね。こうこう。まあ大体あれですね、あの想像がなんかえらい、上の方から、上から下に、上から下にですね。大変だ。お疲れ様でした。もう上かも。やっぱちゃいますね。今日行こう。いや、こんなもんやろ。いや、ちゃいますね、やっぱり。あの、はい、こう、田中坊の方が、はい、前、荷物の方やとするやん。はい、ほんなら、こう、空パレットを持ってくるやんか。はい。ほんなら、物にもよるけど、パレットと、パレットの端っこがこれぐらい開く荷物あるやん。あ、はい、はい。これぐらい開くやつあるやん。ああいう時は、パレットを端に寄せて、はい、2パレ作る。パレットを端々に寄せて、はい、2パレ。こうやって、こっち側とこっち側にパレットを置いて、はい、こっちとこっちに2パレット置いて、うんうん。ほんで、はい、ハンドで下ろし、出してくる。だから1パレずつハンドで出して、時間かかるよ。だから2パレ作って、一気にハンドで。なるほど。スペース空いてきたら、はい、4パレ一気に作るから。うん。パレットを端々に積んだら、またこっち手前にパレットを置いて、うん、で4パレ作って、一気に。なあ、ハンドリフトを使う回数を減らすっていうのは大きいんですね。これはほんまに大きい、うん、なるほど。よう見たらほんで、なんかどうしたんですか、うん、ほっぺがえらい傷ついたんじゃないですか。ここ、これ、うん、痛そう。何引っかかれたんですか。ケース知らん。早うやりすぎなんですよ、多分。もう腕も傷だらけやで。こすってるんですか、やっぱり。傷だらけの選手や。ここ怪我なんですね。傷だらけ。これもうほんまや、これほんまに。これダンボール負け。ダンボール負け。ダンボール負け。ダンボールには負けたけど、あれですね、荷下ろしには買ってきたんでしょ。負けたよ。負けたんすか。フラフラや。もうハンドル言うともプリプリプリになっとった。ここただただコロッケを立ち食いしてるんですけど。もうコロッケ食べた。僕食べました。何だろう、熱い。なんかさん、コロッケって食べます。うん、全然普段食べ、でもほんまに肉まん以外のなんかさん初めて見ました、僕。だって初めて見せた。ファーストフードって言えば肉まんのイメージがあるんですけど、うん、これファーストフードちゃうで。これちゃいます、うん、ジャンクじゃないんですか、これ。ファーストフードって、はい、手軽に買えるのをファーストフードって言うんだけど、これ3分かかりましたもんね。これはまずここまで来なあかんからな。駐車場で車止めてここやから。あ、そっか。めっちゃ金かかってるから。ちょっとした高級なコロッケやで、これ。これコロッケ自体80円か100円かもしれんけど、はい、実際これ一回食べるのに大体500円ぐらいかかってる、はい、ガソリン代入れたらケチくさいこと言ったら600円ぐらいかかってる。ほんまっすね。だから、はい、買い物で何が安いからあっちとか、次卵はあっちとか、もうそんなんあかんねん。あかんのすか。余計高なんで。ほんまですね。近いところで少々女あれだろ。ファミマートでコロッケ買ったら一番安くする。近いですもんね。結構あっちはこっちありますもんね。でもこのモリタイのコロッケは、はい、食べに来る価値あり。あ、ほんまですか。でも円川博士の人間国宝に認定されてない。それじゃあほっぽらっか公認にするってさっき言うとったじゃないですか。ちょっと窓から言わなかった。そっちですか。ちょっと電話するわ。電話して、お願いします。窓から入ってないわ。
や、そこまではすごいほんまに普通に普通の流れでした。美味しかったわ。他なんか食べてみて。はい、他も食べてみたいです。たこ焼き食べようよ。あ、たこ焼き、あ、ここここはフライの森田屋さんですね。じゃあ今からたこ焼きに向かいたいと思います。たこ焼きあるかどうか知らんで。はい、お願いします。はい、分かりませんね僕らじゃね。お前じゃあたこ焼きあるとこ僕らじゃ多分あの辺あるような感じやったけど。ではあちらの方に、まあ、大阪の商店街が歩いたらどこある。当たればたこ焼きにぶつかるから、まあ、そこまでか。じゃあほなちょっと商店街ボラボラしようか。はい、ではこのまま多分寝屋川駅前商店街だと思う。ここ寝屋川駅前商店街ですか。多分、うん、僕ねこの前分かったんですよ。何が分かったん。あのナッカさん撮るとき近いってアングじゃあそう近いんがあれやけど、うん、これからこれぐらいで撮るんがいいんやって分かった。これあっちじゃんじゃあチャンスかいや気になるもあります。おスヌーピーちゃんの弁当箱スプーン、マイスプーン持っとかなかった。何でお金取られるかな。あ、コンビニで、うん、スプーンがですか、うん、すごいなあ。んなもう押すポットやろ。懐かしいですね。オスポットやら。これ懐かしいですね。もう行くんですか。ここはほんまに僕は初めてなんですけど。最近ツイッターでな、猫になんかチューチューあげるとかって言う人多いね。チュルチュル。チューチュル。猫にチューチュルっていう餌かなんかデザートか知らんけど。あ、わかります。なんか。チャオチュールですよね。あ、そうです、そうなんです。昔よ、プラチナ売りに来たわ。嘘やんって今もすぐ嘘って言いよった。嘘でしょそんな。もう家にあるもう無駄なプラチナめっちゃ売りに来たで。無駄なプラチナがあるんですか。どんなんすか。無駄なめっちゃプラチナネックレスとか売ってほんであのここじゃないけど新大阪の駅前の、はい、あのビルに、はい、駅前ビルにあのプラチナとか金買い取るとこあって、はい、そこに持って行ったで。もうめっちゃプラチナとか無駄にあったやつ持って行って20万ぐらいになったと。いやいいですね。タンスでもそんなもん眠ってるようなもういらんようなやつやん。でもそんなんね、うん、いや実際プラチナかなと思って行って、うん、プラチナこれプラチナじゃないよって言われたことないですか。それないですか。それないやろ。もう分かって言ったんですか。後ろに書いてるやろプラチナやったら。あ、そうなんですか。プラチナって書いてんじゃん。僕見たことないぞあんまりプラチナ。どんなもんか。プラチナこれなんか口当ててません。口当ててるか。たこ焼き屋さんあった。ほんまや。たこ焼き屋さんあった。あった終わりましたか。お、ほんまや。やっぱり商店街歩いたらたこ焼き屋さんってあるもんですね。そうですね。すいません。ちょっと動画映してるんですけど、映してもいいですか？焼いてるシーンで。焼いてるシーン動画撮っていいですか？カメラ。ここだけ。はいはい。いいですか？じゃあたこ焼き何個食べよう？僕は何個食べる？8つ。8つ。8つ。じゃあほんだら、8つを4つください。4つ。4つも食うんですか？8つ4つですか？32個。あ、これ中で食べるの？あ、いや、外は、あ、いいです。今はもうやっ、あ、ほんまそうやったら中でも食べれるんですね。知らんけど。あ、でも封鎖されてますね。あ、今からまた焼いてくれる。はい、あの油、この手みたいなのがええな。ポンポンね。ポンポンやな。ポンポン。なんかさん、たこ焼き焼いたことあります？俺？はい。俺、もう料理とかせえへん。ま、たこ焼きも焼いたことない。今度焼きましょうよ、一緒に。ボケーと見てるだけ。僕も今見てるだけですね。ボケーと見てる。家でもう焼いてんの、はい、ボケーと見てるだけ。じゃあちょっと、本格的に焼いてるとこ見せてもらおう。一からやる。一からですよね。うわ、美味しそう。この時点で美味しそう。はい、そう、どうも。美味しそう。シャーって。なみなみになっていける。なみなみになっていける。おいしそうやな。
ったらこんなん、まんまんなんですよ。あ、ほんまですね、これ段階が。タコでかっ。タコめっちゃでかいね。ほんまや、美味しそう。たこ焼きに使うタコってなんか種類とかってやっぱあるんですか。はい、うちはマダコ使ってます。あ、マダコなんや。いやだってもうすごい綺麗もんな。はい、めっちゃ綺麗です。めっちゃでかいな。もうタコが入ってるみたいな感じ。わかると思います。タコが入ってるですねこれは。なんか入ってんのっていうのはあるけどな。ある。これは入ってる。天かす投入されました。今度これを見て、はい、たこ焼き作ろうか。うん。これを見てね。プロが作るたこ焼きを真似してみたよ。真似したぞ。紅生姜がいいな。彩りがもうここで一気に良くなりましたね。はい、お。まそう。たこ焼き美味しいな。まだ食べてない。いや僕ねたこ焼きねもうほんまに大好きなんですよ。匂いが。僕分かってもう入ってきた。おめほんまや。匂いが匂いが。マスク越しでも来ましたね。でもあれやな、ずーっと歩いてきて、はい、一番ドン付きにあったのがたこ焼き屋さんだ。ほんまですね、この商店街の端ですね、ちょうど今。どっかにあった。どうやって歩いてきたかもわからないです、うん、はい。すごい。俺昔住之江に住んどってんけどな、はい、住之江に昔からたこ焼き屋さんあって、はい、そこのたこ焼き屋さんがなくなってビルになって、はい、ビル、うん、おばちゃんが建てたビルやって、そのたこ焼き屋さんが、いやすごいやないですか。たこ焼き御殿、たこ焼き御殿、たこ焼き御殿、あの多摩とかちょっと境の方行ったとこやねんけど、へえ、たこ焼き屋さんがビルになって、たこ焼きってでもやっぱ儲かるんですか。知らんでもほんまに僕たこ焼き今見てますけど、やっぱ日本使いは僕初めて見た。日本使い。そうですか。これの方がやりやすいです。そうなんか。一、はい、個でやるより、そのなんか利点は何なんですか、この二個は。いやもう安定しますから。あ、安定。安定しますよね。はい。わしそうだよ。だって一本やったら、こう刺さってちょっとプリンって破れるかもしれない。ああ、あの巻くときにねプリンってね。なんとなくある。うわうわ。ナッカさんが一生懸命たこ焼きを見とるっていう、うん、この絵面が。いやパーキングとか入ったら絶対たこ焼き買ったまんもんな。じゃあ、 あのこの前たこ焼き買いましたね、うん、そういえばね、ラジオのパーキングとかの宝塚った。ここ最近でもほんまあの、うん、ああいうパーキングのたこ焼きも、うん、だいぶすごいあれレベルが高くなってますよね。でもパーキングのたこ焼き電子レンジ温めとったな。え、温めんの？びっくりした。ちょっと待ってね、温めるねチーとか言って、でもその電子レンジも使い方によっちゃね、ナッカさんみたいなあのいい時間帯で開けたらいいたこ焼きできそうですね。そうか、うん、カチャ。ここはあれですか、まどかひろしは人間国宝になってないんですか。あ、お隣は前になりました。お隣になったんですか。もうなくなりましたけど。ここですか。何屋さんやったんですか。お寿司屋さん。あ、お寿司屋さんやったんですか。あ、ここまどかひろしの人間国宝に認定されたお店で、はい、ちょっと今日はこれ部屋側の商店街で、はい、人間国宝に認定されたお店があるかっていうのを探そうって言うとって、はい、ほんでさっきのこの計算は認定されてなかった、はい、今来たこのたこ焼き屋さんも認定されてないけど、隣にあったお寿司屋さんはタコ認定されてここです。いやこれはなんつうあれですか、もうえあの絵面がほんまに、いやこれでもまた復活する兆しですかね、これもしかして。あ、餃子屋さんができるんですか。餃子屋さんでもそれいいですね。餃子屋さん来ようか。餃子屋さんができるんや、ここ。餃子専門店ですか多分。ですね、あ、そうですか。へ、楽しみです。餃子好きなんですよ。餃子だけ食べにね、神戸とかまで行くんですよ。京都も行ったな。行きました、わざわざな、はい、もうあれですね、楽しみです。でもね、美味しいのになかったらね、美味しい、あの美味しいね。でも人間
国宝さんって、うん、あれなんですか、どうなんですかそれ選ばれたからってやっぱ潰れちゃうんですよ。いや、そうなんじゃないけど、まあいろいろあったんですよ。立ち退きやったんですよ。あの道確保するんで。あ、ここまでやったんか。道切ったんですよ。あ、道切ったんですよ。まあ、そうなんですね。全然出ていかはったんです。あ、ほんまですか。はい、まあ、またどっかではされるんですかね、多分。されてるんです。いや、もうやめるみたいな。もう引退してる。リタイアで。はい。まだ今これゆっくりしてるんでしょうね。はい。はい、ねえ。立ち抜きのお金です。立ち抜きの道は。もうほんまにあるからな。もうな、ほんまに、ほんまにな、うちの近所のさね、もうそこずっと寝ながらの新しい道できてるやんか。ギリギリここの人は立ち抜きやで。はい。もう立ち退きたかったっていう人が多いもん、ほんま。もうあとちょっとやったのに。なんでここまで買ってくれへんかったみたいな。もう言われたらすぐ立ち退くのにっていうおばあちゃんがいっぱいおんねん。おばあちゃんが立ち退いて老人ホームに入るいうおばあちゃんがいっぱいおんねん。そうなんや。もうちょっとやのにみたいな。ほんで、立ち退いたところも、はい、そんなにとかじゃねえ。もう、まあまあ、その、まあまあ、裕福な家やねん。はい。そこが立ち退いてやんか。はい。ちゃうやろ、みたいな。裕福なところに、やっぱり、お金のあるところにね、寄っていくんですね。悔しいな。なあ。老人ホームに入りたい。はい。前に、もう全部ぶっかけてください。はい。もう、お任せで。はい。うわぁ。うわ。おいしい。もう、いつの間にかもう全部できてましたね。アンパンマンのほっぺたみたいな、プルプルなと思ってる。美味しそう。これ僕の感じでは、うん、これ8個入らんと思うのにこのたこ焼きっていうのは入りますよね。そうブニュって、ブニュって、そうこのほっぺ方式で、そう6個や思うやないですか。6個用の容器と思わせて8個、そうなんですよ。はい、ちょっと入りました。あ、もうそのままでいいですよ、すぐ食べるんで。はい、よし、あ、僕出します。いや、大丈夫、なんでですか。たこ焼き僕出します。え、なんですか。なんかさんに出してもらってばっかりです。いいです、いいです。たこ焼きはさっきコロッケおごってくれたから、すいません、こっちこそ。大丈夫です。じゃあもう甘えます。はい。たらがもう甘えんなや。ちょっとまたコメントください。うん、待ってくれ。たらがもう甘えんなや。16,1600円。あ、もう今盛り付け段階。ここたい焼きも売ってるのね。おいしい。あ、かわいい。たい焼きは尻尾から食べる、頭から食べる。僕頭です。ああ、俺も頭から。ほんまですか。うん、なんとなく、なんとなく天満屋さんたこ焼き2階もどうぞ。あ、昔2階でも食べると甘いの店が2階。ああ、そうですか。もう袋いらないです、いらない。はい、そのままでいいです。はい。はい、じゃあ、はい、すいません、ありがとうございます。ですか。1440円。じゃあこれで。はい、美味しそうだけど、ちょっと持つの。ありがとう。持てるか。楽しかったです。ありがとう。すいません、いただきます。ありがとうございます。すいません、撮影させてもらってありがとうございました。いただきます。はい。はい、はい。はい、いただきました。あ、どこで食べよう。この辺いいですね。この辺、あ、屋根あるしな。屋根の下で。はい、屋根の下で。はい。はい。じゃあ、たこ焼き食べます。では。はい。どうする ?4 つも買ったのにね。うん。はい。いただきます。じゃあ、ちょっと。カメラどっか大きいよ。僕ね、カメラもう持ってきます。いやいや、持ってかないよ。あ、とりあえず、はい、食べよう。ここ、うん、すごいとこですね。なんか、うん、なんか路地裏で食べるたこ焼き。なんかあの辺カメラ置いてる。いや、もう雨ざらしですもん。大丈夫大丈夫。海につけても大丈夫。落下さんのやつはね。大丈夫、12やろ。11、大丈夫大丈夫、絶対いけるいける。ちょうどな、この辺から撮影するのちょうどいい。あ、これいいよ。ここに携帯挿して。携帯を挿す。ここに。お。これでも、あ、落ち着き悪いですね。うん、ちょっと落ち着き悪いな。刺身。入らんの。入らん、この後。
でもまあまあこんな風にしたら、うん、見えてますかね。見えてる見えてる十分見えてる。ちょっとそこ立ってみ。あ、全然映ってる全然映ってる。いただきます。おお、こういう絵がええね。めっちゃ美味しいけどむっちゃ熱いですよね。これすごい駐車場ですよね。撮ってた。僕の時撮っちゃったもん。ここ見て、これはやばめっちゃ斜めなってんで。ここみんなゴリゴリ吸ってる。あ、もうやっぱ跡がありますね。ゴリゴリ吸ってるから。いやもう、あ、歩くもちょっと怖いですもん。でもこの止めたな。俺ちょっと横の音って怖かったもん。やっぱちょっと体こんなんなここ。なりますねこれは。この角度が分かりづらい。たこ焼き屋さんにシール持っていこうか。はい、はい、すごい美味しかったですね。もう食べちゃいましたたこ焼き。早かったすいません。シールを。僕のシールできたんですよ。本舗なんかシールができてるんですか。じゃーん、わーすげー、僕のシールができました。いや、めっちゃいいですね。このシールをたこ焼き屋さんに、はい、はい、5枚5枚5枚でいい。5枚ですね。5枚でいいと思います。2、3枚と、あ、でも貼ってもらう分もありますもんね。あ、ですです。だから3枚と4枚持っていくわ。ケチ、いやケチじゃないですけど、いや勝手に、うん、却下されたらどうするんですか。それはありえる。いやそれそれ嫌ですね。却下それはほんまにありえるけど、はい、とりあえず気持ち、気持ちですね。気持ちです。美味しかったの。キーホルダーも1個お店に飾らせてもらいます。はい、飾ってくれるかどうかまだわからない。さっきの言うとる却下があるかもしれませんね。却下になるかもしれない。はい、では鍵かけます。じゃあ今のたこ焼き屋さんにこのシールを持ってきます。はい、あの田中坊の動画見たよってたこ焼き買いに来てくれたら限定で24672467に7名様にシール。はい、はい、あれですね。いやもうどうかだ。そうか、申し訳ありません。僕の動画見たようになっちゃうんですねこれね。これなんかおかしな話ですね。これ危ない。なんかこの階段を歩かない。あ、そのためにこの何この階段ちょっと斜めてるから。いやでもいいですね。階段登ってたら壁に当たろうとなんで、こうなよ。太郎ですね。危ない。ここの駐車場ほんまに危ないな。これはすごいですね。ここ見つけたらこのことピーっていう看板がなかったらわからないとこですね。はい、あ、しんどい。このシール、これから僕見かけたらこのシールを渡します。このシール、この名前ちょっとこの辺大きく書いてもらう方が良かったな。もっと大きくね。これ返品やな。返品出たんですか。本舗なんか、そのやっぱあれですよね、あの今ね、ジムあるやん。俺もジム行こうかな。フィットネスジム。ジムどう。あん、ジムジムすぐ死ぬからな。すぐ死ぬ。ジムな。大丈夫かな。ただジムすぐ死ぬってどういうことですか。ガンダムのな。あ、ジムね。そこまで言わせん、言うてくれんかった、わからんかった。ジムね。はい。あのね、あの、そのシールはね、いつになったら50号になりそうですか。これまだ2ヶ月ぐらい。まだ2ヶ月ぐらいですか。まだかかります。50号。でも、だんだん本当はこれは貴重なシールになるんですね。そうですね。最終的には5、2、5はもうだんだんなくなっていけへんで。
だって1号5号1もまだあるもん。ほんまですか。いやめっちゃすごいやないですかそれ。カット取ってるやつは1号5号1やで、ロールーフやから。あ、そうだよ、うん、ロールーフシールじゃああれですね、それ持ってる人らとかめっちゃまだなんか貴重ですね。まだメルカリ出してるよ。まそうなんですか。そう、じゃあまだまだ現役ですね。です。あ、なんか晴れてきたな。なんかあれですね、重くそ雨降っとったのよ。いやー降ってましたね。もう今日はもう受付降りて観音開ける、はい、受付行く、はい、ほんで下ろし終わってまた重量もらいに行く、はい、もう雨や濡れるの繰り返しですか。もう大変やった。いやパラパラやったけど今日なんかよう降ったで。いやほんまにあの僕もあのお休みでうろうろしてましたけど、久々によう降ったわ。じゃんじゃんでしたね、はい、ということでここは、はい、ベルを落としか、商店街の名前ベル落としです。ベル落とし、ベル落とし、ベル落としの商店街、はい、ここのたこ焼き屋さん、はい、はい、先ほどこの入ってもすぐのとこですもんね。あ、ちょうど今受けた、俺はい、すいません、はい、これね、これね、僕のシールなんですよ、うん、よかったらこれ受け取ってもらえません。はい、いや YouTube やってるんですけど、ほんでもしね、ここのたこ焼きの動画見たよって来た人おったらあげたってほしいんですよ。わかりました。ええです、はい、これ1枚どっか貼れません。どっかこの辺に貼らせてもらうことできません。わがまま言うてすいません。絵です。なんか、うん、ここで絵ですか。これピッと剥がれるの。うん、すぐ剥がれる。ピッと剥がれる。あ、なんかそこら辺でここらで絵ですか、はいはい、あ、これキーホルダーどうぞ。なんかがなかった。何でも受け取ってください。はい、もらうもん何でもらう。いや、ありがとうございます。人間国宝じゃないんで大丈夫だと思います。ここに貼らせていただきます。はい、はい、許可いただけたんですね、はい、本舗なっか認定たこ焼き屋さんです。しかも1号店です。1号店撫でてます。はい、ここ話していただきました、はいはい、4000番のあれで手で、はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。この天満屋さんで、これ本舗なっか田中坊見たよって来たらこれあげたってください。あ、あげたってください。キーホルダーはあの持っとってください。いや、私が持っていいよね。持っとってください、はい、すいません、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここ認定1号店です。1号店ってもうこれめっちゃ記念ですね。いえ、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと半ば強引な。で、こちら隣は人間国、もっと人間国こちらはい、ということで、はい、楽しかったですね。楽しかったです。たこ焼き屋さんちょっとバックで、はい、この辺から、こんな感じです。はい、じゃあまたね。ポチッとな。はい、ポチー。